シリーズ北海道150年です。今や道内有数の観光スポットとなった小樽運河ですが、かつては倍の大きさがあったことをご存知でしょうか。埋め立てか保存か、論争の裏側を特集です。水面に映り込むガス灯の明かり。幅20メートルの運河をめぐるクルーズ船は小樽観光の中でも人気です。明治40年頃の小樽です。まだ運河はありません。大きな船から荷物を下ろすための橋家という船が数多く見られます。大正12年増え続ける荷物をさばくため沖合を埋め立ててできたのが小樽運河です。明治から昭和初期まで北のウォール街と呼ばれた小樽。北海道経済の中心として小樽運河は活気あふれる場所でした。しかし戦後、港が整備され埠頭ができると運河はその役割を終えます。運河をどうするか。昭和41年、港へ向かう道路の交通渋滞もあり、小樽市は運河を埋め立てて道路にすることを決めます。この案はね、11年前高度経済成長のね、華やかなりし時代に立てた案なんですよ。再検討してね、ぜひ考えてほしい。当時運河を守る会の会長、峰山文さんです。計画では運河の8割近くまでを埋め立て、その両側に道路が作られることになっていました。小樽で木彫りの工房を営む山口保さん、峰山さんとともに守る会のメンバーでした。あんなところに あんな人が集まったのかってみんなびっくりしたわけですから、でこれはちょっとね、まあ、ある意味では市の方も驚いたんだと思いますよ。道路を作りたい人たちを驚かせたイベント、運河の保存を訴える若者たちが行ったポートフェスティバルです。悪臭が漂い、市民の足も遠くなっていた運河に8万人が訪れたのです。当時小樽市の人口は18万人でした。ポートフェスティバルを企画した一人、蕎麦店の小河原忠さんです。ただ反対運動やるんでねえぞって、一度運河に市民が足を運べば絶対残すというふうにね、変わるという確信があった。全国で反対運動を展開しようとしていた峰山さんもこの若者の祭りに参加しました。大福とか和菓子とか、太るよって言っていいなっちゅうね、うん、いや太ったら全国街並み で見ていろんな日本各国各地行くのに大変だよって言ったいいな、ついてかねえよ誰もいいな、ついてきてなんて言ってないしみたいな、はい、かわいい少女です。だから市長もね、運河に対する認識というものはね、大体守るんだ。祭りの成功は運河に人を集める力があることを証明しました。しかし小樽市は道路建設の姿勢を崩しません。峰山さんは全国を飛び回り、運河が必要だと訴え続けます。運河を再活用し、かつてのにぎわいを取り戻したい。石造り倉庫で何度もシンポジウムが開かれました。運河保存の機運は徐々に広がっていきました。さらに守る会は運河を埋め立てず道路を迂回させる対案を示します。一方、市は迂回ルートは不可能だと反発しました。そんな中、激震が走ります。昭和57年、小樽の再開発に名乗りを上げていた西武グループが保存派に接触を求めてきたのです。
舞台は小川原さんが営むそば店。密談に参加したのは西部側が3人、保存派は2人で、今のまま行けば西部が埋めたって言われるぞお前らっていうふうに俺は言ったわけだ。西部はあの2車線の半分埋めた手を認めたっていうふうにね、で西部が再開発と言ったからあれ を基本的にね市も進めたんじゃないかというふうに俺は取るぞっていうふうに言ったわけ。いや待ってくれと西部の担当者、運河を全面保存する考えなんだと伝えてきました。しかし西部はいつまでも立場を公表しません。全然言わないでしょ。もう俺も郷に言わして、であんた記事したらいいんじゃないのかって、で俺から聞いてもダメだから、北海道西部はそういう意向を持ってるんだから北海道西部に取材しなさいよって言ったの。そのリークしたってことだよな。西部は全面保存を指示。新聞で記事になると堤誠二オーナーはようやくその考えを表明しました。埋め立てか保存か、論争は小樽の町を2つに割きました。道路建設の推進派だった商工会議所のトップは運河保存へと方針転換します。それでも工事を進めようとする市に対し、峰山さんらは10万人の署名を集めました。行政のための行政なんてことは私おかしいと思うんです。で今杭が打たれることみんな分かってんです市民は。しかし行政手続きは進み、埋め立ての杭が打たれます。やめてください。おたろうふるさととしている日本中。全面保存は叶いませんでした。小樽運河は半分が埋め立てられることになりました。この写真は峰山さんが気に入っていた一枚、遺影に使われました。7年前峰山さんは亡くなりました。96歳でした。小樽に緑の景観を作ってほしい、これが遺言でした。その町を劇的に変えるようなことが起きた時、市民はどういうふうに立ち振る舞うのか、こういうスタンスではどこでも同じだったと思うんですね、峰山さんと。その当時もう80歳ぐらいになったらおばさんが言うっていうのがすごいよね、まあ、特に明治以降、大正や昭和の初期のさ移行不法だよ、歴史的に価値あるものとして認め始めていく、やっぱり先駆けとしてね、やっぱ運河、小樽運河の保存っていうのがあったんだと思うよ。でそういうものを国も含めて、まあ、認識した最初じゃないの。町を二分した論争の末、小樽は観光都市として生まれ変わりました。半分だけ残った運河に今では年間800万人が訪れています。